不少麻烦。怎么用呢？拿补充包试袋，先反过来拿，在边边剪个角，然后夹上帮浦，另一头再夹上挂钩，挂在浴室里头，大功告成。ほら、点滴のようにして使えるんです。轻轻压就能挤出，即使用到只剩下一点点，补充包里的沐浴乳因为倒挂会全部流到最底部，保证用到最后一滴绝不浪费。ぶら下げて使うっていうことはとてもシンプルで使いやすい。掃除をするっていう手間が省けるので、すべてに経済的っていうか便利であるっていうところですかね。谁说回家后湿哒哒的雨伞一定得收进伞桶？不但伞面不易干，有时伞骨还会卡住。そこで生まれた。アイデアグッズがこちら。一公尺高的新型伞架，不是把伞立着放，而是把伞倒挂来放。長い傘は、ここ。专门为长伞设计的挂钩，让伞跟伞间多了间距，利于通风，所以易干。如果用的是折伞，拉起伞绳挂上去，一样通风又好拿。女人无止境的购物欲，总让房间战利品堆积如山。有了这样创意法宝，让这些战果化身室内装饰品，加上挂钩的皮带挂在门框上，上头挂钩可调间距，包包、帽子、项链想勾哪里就勾哪里。収納をするっていうんじゃなくて。なんか見せるっていうか、実際かけてみたらなんか部屋が明るくなった気がするんで。换个想法，把东西倒过来挂着，生意头脑转个弯，也开创无限商机。企业新闻综合报道。一般人都看过藻类，但是你一定没有看过每颗直径超过了三。